着いた。体がベタベタで気持ち悪い。ノクト、ちょっといいか。ああ、明日の朝頼みたいことがあるんだ。朝から？なんだよ。朝食作りを手伝ってくれないか。しょうがねえな。では明日は頼むぞ。今日はこれを煮込んでくれ。焦げないようにな。どうすればいい？時折混ぜておけば大丈夫だ。料理をするのはどれくらいぶりだ？ああ、忘れたな。いろいろバイトもしていたしな。ああ。あれは本当適当にやってたからな。それを料理というかは謎だな。お前が凝りすぎなんだよ。さて、鍋の様子はどうだ？もう少しかかるな。引き続き混ぜてくれ。で、なんで料理手伝ってくれなんて言ったんだよ。最近二人で話す機会がないと思ってな。何か抱え込んだりはしてないか？なんだよそれ。お前昔っから俺のことばっか気にすんのな。陛下に任されているからな。はいはい。さてそろそろいいだろう。ああいい感じだ。よく煮えている。少し食べてみたらどうだ？うんま。自分で作ると一段とうまいだろう。そうだな。少し自分でやってみようという気になったか？え？お前が作った料理が一番うまいし。お前ってやつは。久々にしてみた料理はどうだった？まあたまにならいいかもな。でも早起きは嫌だな。そう言うな。早起きはいいことが多いぞ。はいはい。じゃあ気が向いたらな。また頼む。だから気が向いたらだっつも。今日は助かった。そうか、ならよかったけどさ。あ、
また来たのか。情報が欲しいんだな。何にする？こいつらには迷惑してるんだ。頑張ってきてくれ。おい、新しいの持ってきたな。こいつに必要な部品はと、この辺だ。よし、楽しみに待ってな。よし、楽しみに待ってな。じいさんの指令か。ああ、いいぞ。標的たちだ。助かるよ。気をつけてな。そろそろ行くか。プラント、行こうぜ。今行く。なんだあいつ。凍鉄というモンスター、あの鋭い牙を獲物に刺さり巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だな。性格的に関わりたくねえの。よし、完璧。また来たのか。ご苦労さん。ここら辺のことなら聞いてくれ。ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。あ？またゲンティアナ？本当だな。いた。はい。王子、できたぞ。取りに来い。あや。おう。来たな。そら、こいつだ。暇してレガリアの答えシドニーに頼みな。
ゴンドラに乗った景色でも全体が迷路みたいなもんだな。迷子になるなよ。